貨物航空会社とは貨物機による貨物輸送を専門とした航空会社。貨物航空会社は主に国際貨物航空会社と国内貨物航空会社の2つに分けられる。アメリカ合衆国のフェデックスエクスプレスは世界最大級の貨物航空である。貨物機は原則として旅客の輸送は行えないが貨物の管理者や操縦士であればリザーブとして 数名の登場が可能である。一般的に荷主は貨物航空会社と直接取引は行わず、利用運送事業者であるエアフレートフォワーダーを介して取引を行う。多くの航空会社は貨物部門を分離しグループ市会社に一元化しているが、小規模な会社は貨物輸送も本社で行うことが多い。コスト圧縮のため貨物機の多くは、 航空会社の新型機導入により売却された片落ちの旅客機から座席を撤去した改装機が多い。貨物航空会社では自社便だけでなく小売業者などに専用貨物機として機材、人員を提供するビジネスも行っている。例としてアトラス航空は amazon.com の自社専用機 a アマゾ o ワンの運航を受託している。航空輸送は 多くの国際的物流網の中の構成要素であり、品物やエネルギー資源、情報、市場への製造源からの製造物、サービス、人々といったその他の資源の流れを管理及び支配している。物流には、原料、生産中の製品、完成在庫の地理的再配置を含む、などなど、ありがとうございます。